はい、皆さんこんにちは。今回は、ヘリノックスの、コットですね、ライトコットですね、軽い方、そちらを紹介したいと思います。こちらもちょっと前にだいぶ前に買ったやつなんですが、こちらが生地ですけども、かなり薄いですね。これね、組み立て説明が書いてあります、生地に。ポールも細くて軽いです。これが2本、これを、この生地に通していきます。この引っ張るプルリングがあるので、これの横に穴が開いているので、そこに、ポールを入れていきます。で、最後これをプルリングを引っ張りながら、ポールを内側に入れます。外側にで、もう1本入れます。で、入れたらこれを端をグッと押して入れます。足は4本あります。で、これは直接グッとこうレバーみたいなものはなくて、直接グッとはめ込みます。で、ちょっと体重かけながらやらないとちょっと入らないですね。はい、できました。非常に軽いです。だいぶ低いですね。一瞬一瞬一個一緒っと、ちょっとやはり生地が少し沈み込みますね。で、生地が薄いので、なんかこうグッととんがった角で押したりすると、生地がなんか破けそうな、伸びそうな、そんな感じがします。はい、それでは片付けたいと思います。片付ける時もこれを、ですかね、これを体重かけて少し押さえながら、足を縮めながら外すと。で、ポールを横から外すと。
はい、フェリーノックスのライトコットを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。